こんにちは。今日はとても楽しい編み方の半袖のカーディガンを作っていきます。普段なら前身頃の左右と後ろ身頃とあと袖の左右を別々に用意して縫い合わせていくんですが、今回はつなげてぐるぐると編んでいきます。で、袖も一緒に編んでいきながら裾まで続けていきます。とても楽しい編み方なので、よかったら試してみてください。使う糸はダイソーさんのソフトミックス、色はグレー、材質はアクリルとウール、 40g で約 72m、 使用かぎ針の目安は10号で編んでいきます。あとはとじ針とマーカーを使います。この部分からスタートします。最初の鎖はこの部分、この鎖の数について紹介します。で、今回私は鎖の数を36個で編んだ場合、だいたい30センチになりました。で、そこから編み進めていくと、出来上がりはちょっとゆったりめの L サイズになりました。そこからサイズを変更する場合や違う糸で編む場合には、鎖の数を変えていく必要があります。で、いくつか違うパターンを書いてみました。で、これは実際に試していないので目安として見てください。で、今回私が編んだ36目で紹介します。鎖を36編んで、端にマーカーで、マーカーをつけた鎖を含めて9個目にマーカーで、またマーカーを含めて20個目にマーカーで、またマーカーを含めて9個目にマーカーで、長編みを編んでいくんですが、マーカーのところでは長編みを3つ、次も3つ、次も3つ、こんな感じで編んでいきます。で、こちらのパターンも同じ、一番端はマーカー、マーカーを含めて8個目、マーカーを含めて18、マーカーを含めて8、こういう感じで編んでいきます。で、マーカーのところは長編みを3つ、こっちも同じ、実際に編んでみながら好みの感じにしてください。ちょっとゆったりと編んでいきます。鎖編みが終わったら、次はマーカーをつけていきます。まず最後の鎖、ここにマーカー、次はこのマーカーをつけた鎖を含めて数えます。ここから9個目、 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 9個目にマーカーで、またマーカーをつけた鎖を含めて数えます。マーカーから20個目、
20個目にマーカー。で、またマーカーをつけた鎖を含めて数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。9個目は一番端になっています。で、次は1段目を編んでいきます。1段目は長編みをしていくんですが、このマーカーをつけた鎖のところは長編み3つ編んでいきます。ここも3つで、1段目を編んでいきます。で、最初にちょっと緩めの鎖を1つで、鎖の根元に長編みを1つで、表でも裏でも大丈夫です。私は今回この裏山を拾っていきます。この少し盛り上がっているところで、このマーカーをつけた裏山のところに長編みを3つ、マーカーのところには3つ、で、これが1つ目の長編み。普段は鎖3つで立ち上がるんですが、今回はこの鎖1つと長編み1つを1つと数えます。で、マーカーをつけておきます。で、また同じところ、このマーカーをつけていたところには長編みを3つ、これで1つの鎖に長編みが3つ、3つのうちの真ん中にマーカーをつけておきます。次からは1つに1つの長編みをしていきます。まず隣、次も次も、マーカーの手前まで編んできました。マーカーのところには長編みを3つ、これで1つの鎖に長編みが3つ、3つのうちの真ん中にマーカーをつけておきます。次からはまた1つに1つずつ長編みをしていきます。このまま次のマーカーのところまで編んでいきます。3つ目のマーカーのところまで来ました。またマーカーのところには長編みを3つ、次は1つずつ端のマーカーのところにも長編みを3つ、ここまで編んでいきます。端まで編んできました。最後の鎖には
長編みを3つ、3つのうちの真ん中にマーカーをつけておきます。これで1段目が終わりました。次は2段目、2段目もマーカーをつけたところに長編みを3つずつ、間は1つに1つの長編みを編んでいきます。2段目を編んでいきます。まず緩めの鎖を1つ、裏返します。鎖の根元に長編みを1つ、マーカーをつけておきます。で次は長編み3つの真ん中につけたマーカー、ここには長編みを3つ、また3つのうちの真ん中にマーカーをつけておきます。次は1つずつ、次のマーカーの手前まで1つずつ編んでいきます。で次のマーカーの手前まで1つずつ編んで、マーカーのところでは長編みを3つ、でまた1つずつ編んでいって、マーカーのところでは長編みを3つ、でまた1つずつ編んでいって、マーカーのところでは3つ、ここまで編んでいきます。2段目の終わりの方まで編んできました。また長編み3つのうちの真ん中につけたマーカーのところでは長編みを3つ、2、3、3つのうちの真ん中にマーカー、次は下の一番端の長編みの上に長編みを2つ、ここが一番端、このマーカーをつけていたところ長編みを2つ、1、2、これでここには3つ、端には2つ、段の始まりは長編みを1つ、1つの長編みに1つの長編み、段の終わりでは1つの長編みに長編みを2つ、次の段も同じように段の始まりは1つの長編みに1つ、で終わりは長編みの上に長編みを2つ、毎段同じように編んでいきます。で次も鎖を1つ、裏返します。鎖の根元に長編みを1つ、でマーカーをつけておきます。でここは段の始まりなので1つの長編みに1つの長編み、
で次も1つ、マーカーのところでは3つで、また1つずつ、マーカーのところには3つ、で、また1つずつ編んでいきます。マーカーのところでは3つで、また1つずつで、またマーカーのところでは3つで、1つずつで、ここまで編んでいきます。3段目の端まで来ました。マーカーをつけていたところには長編みを3つで、ここには1つ、最後は2つ、ここが一番端の長編み、端には長編みを2つ、まず1つ、同じところに2つ、これで2つ、3つ、1つ、2つ、段の終わりは端の長編みの上に2つ、段の始まりは端の長編みの上に1つ、始まりは1つで終わりは2つ、また次も同じように編んでいきます。鎖1つ、根元に長編みで、段の始まりなので長編みは1つで、次からも1つずつ、でこのまま編んでマーカーのところでは3つ、また次も3つで、次も3つ、一番端の長編みには長編みを2つ、これをずっと繰り返してしばらく編んでいきます。でこの段は奇数にします。今3段、終わりは奇数にします。で編んでいきます。しばらく編んできました。この長編み3つにつけたマーカーと、こっちの長編み3つにつけたマーカーのところ、これを合わせます。でもう片方も同じように3つと3つを合わせます。3つの真ん中と真ん中で整えます。でこの状態で斜めのラインが重なる 2,3 センチ手前、だいたいこれぐらい、2センチか3センチぐらい、重なる 2,3 センチ手前で止めています。この状態で段数は17段、奇数になっています。奇数になっていると最初の糸端と糸玉につながっている方が同じ側になっています。で次からはこの斜めのところをまっすぐ編みながら袖ぐりを作ります。
ここは残しておいて、このつながった糸で胴体を作っていきます。で今糸が出ているところから始めます。胴体部分を編んでいきます。少し緩めの鎖を一つで長編み、でマーカーで普通に一つに一つの長編みを編んでいきます。でこのままマーカーの手前まで編んでいきます。マーカーのところまで編んできました。マーカーのところにも長編みを一つ、で次は鎖を編んでいきます。鎖を編んで次のマーカーのところとつなげます。でこれを鎖でつないで袖ぐりにします。で鎖の数がこの脇の下の長さの余裕分になります。と体に当ててみて余裕分が多ければ鎖の数を減らします。全くなくても大丈夫です。でちょっときついかなという時には鎖の数を増やします。今回私は無難な数として鎖を5つ編んでいきます。1、2、3、4、5、この数は好きにしてもらって、次のマーカーのところにこのまま長編みを編みます。で上から長編み、これでつながりました。で次からまた長編みを一つに一つの長編みをしていきます。でこのまま長編みをしていって、次のマーカーのところまで長編みを続けます。またマーカーの手前まで来ました。マーカーのところにも長編みを一つ、鎖を5つ、1、2、3、4、5で次のマーカーのところ長編みをします。で次からまた同じように一つに一つの長編みをします。でこのまま端まで編んでいきます。端まで編んできました。これが一番端の長編み。今まではここに長編みを2つ入れてきたんですが、これからは1つになります。これで1つに1つの長編み。次の段を編んでいきます。鎖を1つ裏返して鎖の根元に長編み、
でまた同じように一つに一つの長編みをしていきます。でこの鎖の手前まで編んでいきます。鎖の手前まで来ました。ここが最後の長編みになります。次からは鎖に長編み、1、2、3、4、5、この鎖の3本見えるうちの2本の糸の下に針を入れます。で、この裾の方が2本になるようにします。首の方を1本にします。で、これで長編み、こっちが2本、こっちは1本長編みをします。で、2つ目の鎖、3つ目、4つ目、5つ目、で次は長編みの上、こういう感じで長編みを続けていきます。このままずっと長編みを続けて、こっちの鎖の上でも同じように編んでいきます。この上にも長編みで、鎖の一つ一つに長編みで、またこの長編みの上に長編みを編んでいきます。で端まで続けます。端まで編んできました。一番端の長編みにも長編みを一つ、二つではなくて一つで、また次を編んでいきます。鎖を一つ裏返します。鎖の根元に長編み、また同じように一つに一つの長編み、でこのまま反対側で編んでいって、ここでも端の長編みに長編みを一つで、また反対側往復編みでしばらく編んでいきます。で好みの長さになるまで編んでいきます。後ろ身ごろを編んできました。長さは約56センチ、段数は34段で、これは好みの長さにしてください。実際に体に当ててみて、でちょうどいい長さにしてください。でもっと長くしてお尻が隠れるぐらいの長さにしても大丈夫です。でここは奇数でも偶数でも大丈夫なんですが、同じように偶数にした方が分かりやすいと思うので、今回はよかったら同じ偶数にして編んでいきたいと思います。で今まで編んできた長編みから続けて細編みを編んでいきます。その前に表と裏を確認します。最初に編んだこの1段目を表の方を表にします。今は表で、次はここが裏、ここ
ここが表、ここもと、ここが表の方を表にします。で、分かりやすいようにマーカーをつけておきました。で、表を上にして細編みを編んでいきます。で、今までこの向きに長編みを編んできて、で、表を上にして細編みを編んでいくので、こう編んできたのを裏返して細編みを編んでいきます。今まで編んできたところと細編みの表裏が一緒になるようにします。細編みを編むので鎖を一つ、普通の鎖を一つで、表に向けて根元に細編みを一つ、こっちが裾になっています。で、長編みの上に細編み、で、一つ目にマーカー、同じところにもう一つ細編み、次からは一つの長編みに一つずつ細編みを編んでいきます。このまま裾を続けて編んでいきます。裾をずっと編んでいて、次の角まで編んでいきます。裾の端まで編んできました。これが一番端の長編み、ここには細編みを3つで、ここぐらいに入れていきます。こっち側を3本にしました。で、細編み1、2、3、3つのうちの真ん中にマーカーで、次からこっち向きに編んでいきます。で、今細編みを編んだその少し隣、この長編みのこっち側、ここに細編みを一つ、で、次はこの長編みのこことここらへん、目立たないところを狙って細編みを2つ、1つの長編みに細編みを2つずつ編んでいきます。この長編みも2つ、こことここぐらいにしようと思います。次も2つ、次も2つ、角からまっすぐ編んできました。ここがまっすぐで、こっちが斜めで、このまっすぐが始まるところにマーカーをつけます。で、この位置はこの編み始めから広げて編んできた
次の長編み。私は17段広げて編んできたので、18段目にマーカーをつけます。17段目までは広げて編んできました。で、この編み始めから数えていきます。一つの鎖に3つ入っているところ、ここが1、2、3、4、5と数えていきます。ここが18段目。18段目の上の方につけます。で、脇の方から見ると、これが19段目。その上が18段目。ここにマーカーをつけます。もう片方も全く同じようにマーカーをつけます。この編み始めから数えて、1、2、3、4、5と数えていって、脇の下からも確認します。これが19、18。で、続けて編んでいきます。ここはまだまっすぐなので、一つの長編みに細編みを2つ。次はこのマーカーのついた長編みのマーカーのついていない方、ここには今まで通り1つ、次はマーカーのついているところに細編みを2つ、同じところにもう1つ、これで一つの長編みにまず一つ、上の方には二つ、次からはまた一つの長編みに細編みを二つ、でまた長編み3つ入れているところまで編んでいきます。編み始めのところまで編んでいきます。斜めのラインを編んできました。ここは1段目の長編み、ここにも細編みを2つ、次はこの糸端の出ている鎖、ここにも細編みを1つ、ここは長編みが3つ入っているところ。ここに細編みを1つ入れるんですが、もしこの穴が広がって目立ちやすい時には、ちょっと結び目を緩めて、で、引き締め直すと、少し穴が目立ちにくくなると思います。で、このまま糸端の出ているところ、で、これで糸端の出ているところに細編みが一つ、次からはこの長編みの上に一つずつ細編みをしていきます。この糸端を編みくるんでいきます。
まで続けて編んでいきます。この長編み3つ入っているところはスキップします。ここはスキップして細編みスキップ細編み、で次また一つに一つの細編みを編んでいきます。で次また細編みを続けて、この長編みが3つ入っているところをスキップします。細編みスキップ細編みで、ここまで編んでいきます。襟ぐりの端まで編んできました。この長編みが3つ入っているところが最後の鎖、ここにも細編みを一つ。で次から一つの長編みに二つずつ細編みを編んでいきます。このままマーカーのところまで続けます。マーカーをつけたところまで来ました。さっきと同じようにマーカーのところには細編みを2つ、同じ長編みの下の方には一つ。これで一つの長編みに細編みが三つ。で、ここからまたまっすぐ編んでいきます。一つの長編みに細編みを二つ。で、これでスタートしたところまで戻っていきます。スタート地点まで戻ってきました。これが最後の長編み。この長編みに細編みを一つ、で次はこのまま最初の細編みに引き抜きます。これでここに細編みが一つ、角には細編みが二つ。さっき編んだ反対側の裾は細編みが三つになっているんですが、こっちは三つ編むと盛り上がってしまうので二つにしておきます。で次は二周目、鎖を一つ、鎖の根元に細編みを2つ、1つ目にマーカーをつけておきます。でここからはまた1つの細編みに1つずつ細編みをしていきます。でこのまま次の角まで編んでいきます。この裾の部分をずっと続けて編んでいきます。
裾の端まで編んでいきました。マーカーのところに細編みを3つ。まず1つ目。2つ目。3つ目。これで角ができました。ここからまた一つに一つの細編みを続けます。で、このさっき一つに細編みを二つ入れたところにも一つに一つの細編みをしていきます。で、次のこの入り口の始まったところ、ここも一つに一つの細編みを続けていきます。今角を作ったところからずっと一つに一つの細編みを続けて、この入り口の三つ入ってくぼんでいるところ、ここまで続けます。襟ぐりのくぼんでいるところまで編んできました。さっきはここをスキップして細編みを編んできました。今度はこの2つのどちらかをスキップします。どちらでも大丈夫です。私はこっちをスキップして編んでいきたいと思います。ここまで細編み、次をスキップして次、でまた細編みを続けます。でこちらでも同じように、前スキップした前後、こことここのどちらかをスキップします。で、また一つに一つの細編みを、ここも一つずつ。で、ここでも一つずつ。で、ずっと編んで、このスタートしたところまで編んでいきます。スタート地点まで戻ってきました。これが最後の細編み。ここから糸を引き抜いて、とじ針で始末します。で、今マーカーがついているところ、この細編みに手前から向こうに針を入れます。これが最後の細編み。この細編みの上から下に針を入れます。で、この糸を調節して、で、裏で隠していきます。これで糸を切ります。
これで出来上がりました。サイズを測りました。ここからここまでは約30センチ、袖も約30センチ、上から下までは約57センチ、横幅は50センチ、脇の下から裾までは28センチ、斜めの部分は29センチ、裾までは28センチ、こんな感じになりました。使った糸は8玉、これぐらい残りました。で、最後までご視聴ありがとうございました。